246第246回です。今回は大会の結果報告ともらってきた景品の開封動画をしたいと思います。それでは今回もらってきたものはこちらになっております。じゃーん。はい、結構たくさんあるんですけど、まずはですね、大会に行ってですね、ヴァンガードの大会、バディファイトヴァンガードゼクスの大会に出てきました。で、土日ですね、に出てきたんですが、まあ、地元の方のショップと、あとちょっと隣の、県まで行って、そちらの方で、出てきたものと、2箇所あります。で、まあ、その場所で、皆さん、僕の方に久々に結構顔出したりしてるものもあったりしたので、そこでくださったものもあったりして、まあ、全部紹介していきたいと思います。ではこちら、マキシマムライザーですね。こちらはカードファイトパック、ボリューム13ヴァンガードの景品になってます。でこれノバグラップラーのライザーデッキに入るようなカードになります。でこれはあの友達がファイトパックでやってたんですけど、まあ、僕の方に譲ってくださいました。そして、ブローラースカイブロードラゴンですね、このユニットがこの効果が結構強くて、カウンターブラスト1とソウルブラスト1、このユニットがヴァンガードに登場した時コスト払ってよいと、払ったらあんたの山札からブローラースカイビートドラゴンを1枚上探して相手に見せて札に加え、その山札をシャッフルするということですけど、まあこれは何かというと、新しく出るトライアルデッキについてくるのはこのブローラースカイビートドラゴンというやつなんですよ。でそちらを呼び出してくるカードだから、しばらくの間ですね、まあ、ブースターパックが出たりとかするまではこのグレード3結構活躍するんじゃないかなと思って、こちらの方をもらってきました。これも友達が、まあ、ナルカミは使わないということでしたのでくださいました。ありがとうございます。はい。でさらに、これがあのファイトパックですね。ファイトパックの、13になっているんですが、このファイトパックはもう開いてますね。実は開いていて、でこれも友達がくださったんですが、何かというと先ほどと同じマキシマムライザーですね。まあ、この効果はあなたのターン中、あなたとユニットと同じ縦列にあなたのカード目にライザー含むユニットがいるならパワープラス2000と1万2000になるということです。はい、とりあえずこの2枚3枚ですかねをいただきました。で、こちらが大会に出てきた時の景品ですね。これが一つが、地元の近くのショップで出た大会の景品で、こちらが、隣の県に行って出てきた時の大会の景品です。そして、こちらが地元のショップで出てきたバディファイトの、時の景品になります。このヴァンガードの方ですね、これはあの前紹介した、レギオンデッキで出場してきました。まあ、ちょっと6点ヒールされたりとか、まあ、どうしてもヴァンガードっていうのは、運の部分もありますので、そこがいろいろこうあって6点ヒールされたりして、残念ながら片方3位でしたかね。でもう片方も、いっぱいしたかな。で相手は負けたのはブラウデッキに負けてしまいました。まあ、でも基本的にあとは勝っていたので10戦ぐらいして、まあ8勝ぐらいはしたのかな、10戦もしたかな、まあ、8戦ぐらいして6勝ぐらいかはしましたね。で、でこちらが、ゼクスの大会の景品になります。新しく、出た PR カードになりますね。熱狂の魔人フェブリスというカードになります。まあ、これはあなたのスキャネル、すべてのあなたのノスフェラティのパワーパワープラス1000するというディアボロスのカードになってますね。まあ、なんかスイカの水着みたいな、スイカ柄の水着みたいなって夏っぽいイメージになります。でゼックスの大会に出るとこのプロモーションカードが参加賞としてもらえるんですが、優勝するとこれのホロバージョン、まあ、キラキラした、やつがもらえるんですね。レアバージョンでホロですね、基本とキラキラしてるんですけど、でそのホロバージョンを実際もらってきたんですね。まあ、ということは優勝をできたんですが、まあ、このカードのフォローを集めてるという友達とですね、決勝を戦いまして、で、まあ、その人がすごい欲しいということだったので、まあ、フォローバージョンでないものと交換してもらってきました。その人が参加賞でもらったフォローバージョンでないものと、僕が優勝したフォローバージョンと交換したという感じですね。こちらが、ゼクスの大会、これ、隣の県に行った時もゼクスの大会出てきたので、3枚になってます。で、あとは、
これが、まあ、そのもう一つ前のゼックス、先月ですね、先月までのゼックスの大会のに出るともらえる景品になってます。これは友達が、僕はあのエンジェルデッキを使ってるので、よかったらあげるよということで、枚数揃ってるのであげるよということで4枚くださいました。ありがとうございます。そしてこの辺のポイントも、もらいましたね、友達から。あとアレキサンダーレッキを作っているので、こちらのカードも、くださいました。あとこれもそうですね、円で、これプレデターのカードなんですけど、こちらもらいました。いや結構ね、なんか週末大会パッとこう出に行っただけなんですけど、すっごいいろいろなんかこうもらったりして、本当に感謝感謝っす。はい、ではこちらですね、このこれがゼックスのカードになってるんですけど、僕初めて見たんですよね、これ。普通のゼックスのカードなんですけど、初めて見て、これは何かというと、この下の白い部分に自分の名前を書くということですね。名前を書いてネームカードにするっていうカードらしいです。で、まあこれはゼックスの大会に、公認大会ではなくてね、オリジナル、店舗独自というかの大会でもらったカードになります。こちら2枚、友達が参加賞としていただいたものと、僕の方で1枚いただきました。これが2枚もらいましたね。なんか面白いですよね、こういうのを作るっていうこと自体が。他のカードゲームであるのかちょっと分かんないですけど、初めてこういったものはもらいましたね。こういうカードを見たのは初めてです。で、これですね、はい、これは、安住のプレイヤーカードのホローというか、プラスチックカードみたいなのになってます。見てもらって分かるように、このように光ってますね。光っていて、かつ、このすごい硬いです。プラスチックカード、プラスチックですね、のカードになってます。はい、これも、大会の参加でもらえたカードです。でこちらもそうですね、同じものですね、同じようになっています。はい、なんかアニメがこう、アニメが始まった時のに配られてた、配布されてたプレイヤーカードなんですけど、それのまあホロというか、ホロでなおかつこのすごい硬いプラスチック製のカードになってます。これ初めて見たんで、すごく感動して、しかもこれをいただいたのですごく嬉しかったです。でこれが大会の、景品ですね。上位入賞した人の景品なんですが、これも、その人が持っているということだったので僕にくださいました。まあ、アスカのプレイヤーカード、安住の水着バージョンのプレイヤーカードと、神宮寺蓮っていうやつですね。これがエイプリルフールの、時に出たプレイヤーカードとかなんとかって聞いたんですけど、まあ、ここに細かいテキストというかね、書いてあるんですけど、ここがね結構面白くて、まあよかったらこの一旦停止して、これでこれですね、これで一旦停止してみてもらってもいいし、まあなんかね、ネットとかで検索してもらって探してみてもらってもいいと思います。はい、書いてあること面白かったです。であとは PR カードがいくつか、ツインホイールとか、ゴスイット、これ見たことなかったですね、カノン、ガリレオ、ね、あとオーラ、オーラパサラン、ローブリンガー、チャクララフ、これは見たことありますね、マンクス、プラム、はい、であとはネージュ、フィエリテで、マッサージするトラ、フィエリテ、ダークスカースケルタルドクター、ソリソリするキャンディ、すごい名前ですね、ソリソリするね、ちょっとやらしいですね、獣人ウェアラットですかね。はい、こちらの方をいただきました。はい、たくさんなんで、もうちょっと置く場所なくなってきましたけど、まあこれが、もらったカードになります。で、最後にこちらがゼックスの
大会ですねに出た、参加賞でもらった、まあ店舗独自の大会に出てもらった、参加賞になります。まあ、これ未開封なのでこちらも開けていきたいと思います。ということで、まあたくさんもらったんですけど、もらい物もあるんですけど、参加賞でもらったこちらの6パックの開封をしていきたいと思います。ではまず、どうしようかな。じゃあゼックスから開けていきましょうか。じゃあゼックスのこちら開けていきたいと思います。はい、ではゼックスの、開封していきたいと思います。もうこのね袋ちょっと反射良すぎて自分映っちゃいそうで怖いっていうね、 YouTuber 泣かせなものですね。ではカット。はい、おなんだこれ、初めてやっぱ見ますね。琴音っていうのかな、琴音エヌシュというカードが出ました。マーメイド、このカードが登場した時に青を含む2をリソース払って、払ったならばカードを2枚引いてあなたの手札にあるカード1枚選び、あ1枚は、まあ、手札交換的な感じで1枚ドローできるような感じですね。はい、マーメイドのカードです。まあこれも初ゲットですから嬉しいですね。では2つ目いきましょう。これねカードを切らないようにね気をつけないと。はい、では何が出るかな。ファン、はい、あこれも初めて見ますね。獣人ウェアチーター、起動効果で緑含む2コスト払ってこのカードをトラッシュに、あチャージにこのカードがあるときにトラッシュにカードを置くと、スクエアにあるゼックスを1枚選び、ターン終了時のパワープラス3000するというカードですね。4コスト6000、あまあ結構使えるっちゃ使えるかな。はい、これも初めてゲットなので嬉しいです。じゃあ次、じゃん、フィエリテですね。これはエンジェルの再録になるのかな。一応、何でしたっけ、スターターデッキって言ったかな、トライアルデッキみたいなものですけど、スターターデッキについてくるカードです。これは実はもう余っちゃって、友達からもらって余っちゃってますねまあでもなんか、他にデッキ作るときがあったら使ってみようかと思います。では、次は初めてもらったんですけど、この、初めてバディファイトのこのプロモーションもらったんですけど、バディファイトの、バディファイトパックボリューム1ですね。こちらを開けていきたいと思います。バディファイトは、まあ本当にトライアルデッキ、スターターデッキで出てるだけなので1回戦負けとか2回戦負けが多いですね。で今回は、やっぱ子供とかが出場してることが多いので、大人は何だっけ、必殺技で勝たないと勝てないっていう縛りでやってたので、はい、1回戦負けでした。ではパーン、刀ワールド地獄忍者残響ですかね。すげえごっつい顔してますけど、このカードはセンターにコールできない、君が使う忍法は無効化されないという、あ結構強いかもしれない、はい、多分マジックカードとかが多分無効化されない、こいつが出てる間はっていうカードですかね。しかも3ダメージ与える、うん、まあ結構強いのかな。そうですね、まあ、バディファイトですね。これはバディファイトのプロモーションファイトバックです。こちら今度は、ヴァンガードですね。ヴァンガードの参加賞、チョキチョキ、さあ来い鳴神じゃん。おやったやったやった、これも嬉しいんですね。はい、これは、はい、こちらがディオいいこと日記シェリルと、ハッピーダイアリーっていうらしいですけど、いいこと日記シェリル、これが、このカウンターブラスト1、このユニットがリアガードが手札に戻された時コスト払って払ったらソウルチャージ1枚して1枚引く、これ、
ガールズロックリオのグレード1バージョンですね。これかなりそのリオしか出てなかった当初だから、バミューダの本当一番初めのバミューダの環境があった時のにすごく欲しかった、熱望してたカードなんですけど、やっとプロモーションで出れたって感じなので、すごい嬉しいですねこれ。まあ多分今更このカードが嬉しいって思う人いないかもしれないんですけど、僕はすごく嬉しくて、はい、だからこのカードちょっと嬉しいです。やったね。いや、もう一パック、これラストですね。はい、ではラスト1パックペラッと。うわー、こっちか。これは、聖獣のシーカークロード、ロイヤルパラディンのカードになってます。まあこれが先ほどの紹介したこちらのナルカミの、スカイブロードラゴンともう全くほぼ同じ効果を持っている、まあこちらロイヤルパラディンのシーカーセイクリッドウィンガルを呼び出せるというカードになってます。まあヴァンガードにアタックした時プラス2000という、これまあ両方ともついてますけど、こういう効果がついている、まあこういうカードになってます。まあロイヤルパラディンのデッキは多分トライアルデッキは1個しか組まない、組まないというかトライアルデッキ1個しか買う予定がないので、まあ、ちょっと今度友達がねこっちが出た人でこれ欲しいってちょっと交換できればいいかなっていう感じですかね。まあとりあえずはこんな感じで、当たりました。はい、では今回はこのようにかなりたくさんのカードありますけど、まあヴァンガードのファイトパックのプロモーションカード、あとは、こちらがバディファイトですね、バディファイトのカードと、あとこの辺がゼックスですかね、ゼックスのプロモーションカードとか大会の景品でもらってきたものを紹介しました。まあこう皆さんに助けられながらカードをねこうやってまた TCG を楽しむことができるようになってきましたので、またこれからも皆さんとどんどん、YouTube 見てる方とももちろん、リアルの方でお付き合いさせていただいている方たちとも楽しくやっていければと思ってますので、皆さんこれからもよろしくお願いします。それではこの辺で今回は終了したいと思います。 VTV ライド。